こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、キラメイジャーロボシリーズ02デラックスキングエクスプレスセットです。はい、キラメイジャーもね、2号ロボですかね、こちらが登場するということで、はい、こちらね、マシン蒸気はもう劇中にも出てきてますが、こちらのマシンエクスプレスの方はまだ出てきてないですね。これを登場させることによってこのキングエクスプレスが完成するみたいですね。まあ、このねマシン蒸気の方は、このねガルザが乗って登場して、まあ恐竜型にねこのスモッグ蒸気に変形してキラメイジャーとね戦ったりするんですけども、でマシンエクスプレスが合体すると正義のキングエクスプレスになると、この辺の流れもね楽しみだと思います。はい、そしてこのように連結すれば、はい、このように最大連結時約700mm、70cm になるということですね。はい、ということで開封していきたいと思います。はい、中身はこのようになっております。はい、まあ、マシン蒸気がねかなりこう大半を占めているので、このマシンエクスプレスはこの2つだけですね。でこの3つがマシン蒸気ということで、はい、まあ、列車型なんでね、まあ、全体的に細長いのは分かりますけども、はい、ということでこのようなセット内容となっております。マシン蒸気の前、マシン蒸気の中、中間ですね、でマシン蒸気の後ろ、そしてマシンエクスプレスの前とマシンエクスプレスの後ろ、はい、そして説明書がね、まあ、これだけですね。まあ、簡単な感じになってますね。で裏面真っ白で、キラメイストンモードにする手順が書いてないのでね、まあ手探りでやってみたいと思いますが、はい、まず、まあ多分これをパタッと畳めば、これでキラメイストンモードですね。はい、これはもうこのまま、この2つ、キラメイストンモードになります。そしてマシン蒸気は、まあ、これを畳んで、まあ、このままでもね、キラメイストンモードにね、なってるような感じですね。そしてこれに、このようにね、くっつけると、このようにね、立つと。まあ、後ろのジョイントに、このように、取り付ければ、これで完成ですね。はい、これで、キラメイストンモードになります。これはマシンモードにこのように変形させると、これがマシンエクスプレスとなります。はい、この辺がクリアパーツで綺麗ですね。はい、で転がし走行もできます。はい、そしてマシン蒸気もマシンモードにして、これでね、並べると、まあ、正義と悪の列車が走っていて、で、これが、このように後ろを向いて、ここでね、連結すると、
はい、これでね70センチになります。このこちら側がねこの中の面になってますので、まあ、このつながった状態がこの表面だと思いますね。はい、結構ここがね外れやすいです。はい、これでね転がし遊びもできます。はい、それではここからスモッグ蒸気に変形していきたいと思います。まずこれは外しまして、中心をこのように閉じます。そしてこの両側にあるパーツを回転させて前に出して、そして上の方は下ろして手を出します。そして先頭車両と後方車両はこうカチッとはめるのではなくて上下でスライドさせて合体させます。はい、このように繋がったら頭のところにジョイントして、そしてこの後ろ部分を曲げます。そして最後に尻尾を出して、はい、これで完成。スモッグ蒸気の口が開閉できますね。この先頭車両と後方車両はね全体的にクリアパーツになってまして、このね紫のクリアパーツもすごく綺麗ですね。凶悪な顔をしています。この状態でガルザが乗ってね操っております。はい、そしてここからキングエクスプレスに合体していきたいと思います。はい、まずは変形を解除しまして、これを全部戻します。そしてここは真ん中で開いてこちらを向けます。はい、マシエクスプレスを分割して、胴体ですね、ここにジョイントして、そして上を開きます。はい、マシン蒸気のこの先頭車両と後方車両を分割して、はい、これが、両腕になります。そしてマシンエクスプレスの先頭車両のこのようにパカッと開いて、そしてここの上からガチャッとはめます。完成、キングエクスプレス。あ、すいません、もう一個手順がありました。このつま先がねここから回転させて、このようにつま先を出します。はい、これ出さないとねちゃんと立てなかったですね。はい、これでねキングエクスプレス完成いたしました。はい、キラメイジンと並べるとこのように、頭の位置は同じぐらいですね。この肩とね先端がこう上に伸びているので、こっちの方が高さ的にはこれが高いですね。はい、これがね、どういう戦いを見せてくれるのか楽しみですね。はい、ということで今回はデラックスキングエクスプレスセットをご紹介しました。はい、まあ、2号ロボということでね、まあ、今回はね敵のマシンをこう引き入れてこっちのマシンにするというね、まあ、ジュールのねひらめきがまあ何でもありという感じなんでこういうことができたのかなと思いますけども、まあ、このすごいところはねマシン蒸気が、キラメイストンモード、列車モード、あとは合体もして恐竜型のスモッグ蒸気にも変形するというのがね、まあ、他のマシンの機能にもう一つ加わったようなねものかなと思います。で、まあ、劇中ではどういう風になるのか分かりませんが、これがねキラメイジャーのものになるのか、その都度このねガルザがこう出てきたらこのマシンエクスプレスで乗っ取って、その時だけ、このねキラメイジャーのものになるという形になるのかというのがね、気になるところですけども、まあ、このね合体の仕方もね汽車とこの新幹線っぽいのがね合体するっていうのもね、なんか前々回の
エルパパトに出てきたエクストレインをね思い出しますけども、まあこの乗り物がねモチーフになっているので、まあいろんなものが出てきて面白いですね。はい、ということでね、テレビ本編の方でどのようになるのか楽しみにしたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。